春じゃないですか。おすすめの歌、私やっぱ春の匂いとか嗅ぐと新学期の前のなんかうわーみたいな感情を一人で抱えながら、一人でうーみたいな感情を抱えながら登下校するのをすごい思い出すわけ。春の匂いになると横断歩道とかすごい思い出すわけ、地元のね、あるでしょっていう時に聴きたい曲とかをインスタで募集しましたので、それを共有していきたいと思います。で、私もちょっと聴くわ。やっぱみんないい曲めっちゃ知ってんね。 I got down to my head in a conco Strikes my man in a conco。 もうさ、思うけどさ、マジさ、友達とのさ、歌に合う歌ってさ、子供の頃はテンテレとか、まあ、AKB とかだったじゃん。で、大人になってからさ、まあ、ほんと流行り歌とか口ずさんだしてるけど、 TikTok の方言だよね、実際ショーミー最近って。実際ショーミー最近。え、じゃあ1個目いきます。エースコレクション、ずっと、え、これだ、ゾーとーかな。楽しい、こういうの。でも友達とかとやりて。まあ、いっか。私はみんなが友達だし。え、ゾーとーじゃないの？全然違うわ。じゃあ、いきまーす。これどうしたらいいの？これどうしたらいいの？教えてんじゃん、ちたるな人。これどうしたら共有できんの？でもさ、著作権引っかかるわけだじゃん。乗ってる私で伝わって。じゃあみんなも一緒に再生しよう。せーの。もうすぐサビ？声やばいね。めっちゃ人気なんだ、しかも。結婚してー、まずまず結婚してよ。頼むよ、耳元で。毎晩眠りつきたい、この声で。毎晩眠りつきたい、この声で。いいですね。ずっといいね。これプレイリスト入れ。Got to be real。え、Got to be real だって次。じゃあ Got to be real 聞いてみよう、みんなで。せーの。あ、聞いたことある？聞いたことありそう。この動画見ながら一緒に曲聴くの無理じゃね？気づいちゃったよ。これどうしたらいい？聞いてきてもらって、私の動画に戻ってきてもらえばいいってこと？大変すぎ？まあいいや。確かに英語知ってたらめっちゃ楽しそう。続いて大橋しっぽけさん、これなんて読むの？常に緑って書いて。あ、これは親友のマーヤからおすすめなんですけど、マーヤが好きそうな歌だ。うん、聞いたことある。ありがとう、マヤ。これはいい歌。マヤからのおすすめ、藤井風さんのガーデン。お願いします。
おしゃれ、これドライブだね。いいね。マーヤはちょっと歌歌ってた時期あるから、ちょっとどころじゃないけど、マーヤの歌もめっちゃいいんですよ。みんな坂本マーヤ一回検索してよ。坂本マーヤは同姓同名なんですけど、マーヤのね歌めちゃくちゃいいから、マーヤチャンネルのちょっと歌ないかな。あーいいね。あのいやめちゃくちゃ分かる。マーヤもうね、小3から一緒ですから。マーヤ小3からクラス一緒。じゃあマーヤの星屑ヴィーナス聞きます。エメさんの、はい、この人の歌ってなんかわかんない、ずっと一緒にいたからなのかわかんないけど、めっちゃダメだってこれ。やばいからマジで聞いてみてほしい。本当にいやマーヤ一発撮り本当に。いやマーヤの話しよう。じゃあマーヤは本当に親友なんですけど、全てを見てきた親友なんですね。まあうちは離婚したじゃないですか。離婚する時も知ってるし、でやっぱ離婚した時にどうしても家が寂しくなるので外で遊ぶんですけど、公園とかの時にずっと一緒にいてくれた女がマーヤですね。まあ、ずっと札幌にいたわけですよ。マーヤは札幌で音楽活動をしていたんですが、東京に来ることになってですね、本当にそれも嬉しいんですよ。近くにいるのが、今までずっと近くにいた親友がさ、進学とかいろんな分岐点で離れて、でもさ大人になってから近くにいてくれるのってマジで本当に、なんか電話とかはしたりとか LINE とかってできるけど、物理的に近くにいるのってマジで強いよ本当に。マーヤの明日聞きます。ミレさんの明日聞きます。お願いします。いや、とにかくちょっと待って、もうこれ聞いてたら聞いないわ。とにかくですね、皆さん、私から言えるのはマーヤチャンネルを聞いてほしいという話でございます。あの、いっぱい紹介しようと思ったんですけど難しそうなので、インスタで共有したいと思います。では、今日もありがとうございました。私からやることはマーヤチャンネルを見ること。じゃあね、バイバイ。